はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。パープルアプリやっていきたいと思います。スタジアムのね、イベントチャレンジスタジアムですか、始まりました。まあ私はね、始まってから1時間半ぐらいですか、ガーやってですね、まあ上位の方に今いるという感じで、今休憩時間でございます。すごいで、ガチャも来たので、今回このガチャやっていきたいと思います。狙い撃ちガチャ、打撃キャラオンリー PR 以上確定。すごくない？すげえいいガチャっすね。しかも、まあいいキャラが勢ぞろいということで、得意練習打撃の12キャラのみ出現。見ていきましょう。ビクター、中之島、佐久間、サイガ、野牛、武州衛、神宮寺、千尋、諸井、金原、鎌狩、風薙。すごいね。特誰欲しい？まあぶっちゃけ本当誰来てもいいですよね。それぐらい有能が詰まってるんで。まあとはいえ当たりで言うと、風薙、諸井、神宮寺、鎌狩、雑賀、佐久間あたり、あと野牛は欲しいよね。まあでも人によっては本当ビクターも大当たりだし、金原も全然大当たりだと思うし、全有能っすね。それが PR で何回も引けんの？はい。 SR 確率はアップしてないそうです。まあちょっとこのガチャ来たということで、まあ私はね、まあとはいえ金払い以外、まあ5じゃないのが来たらいいんじゃないですか ね。さあ行きます。20年やるよ、 SR 確定のとこまで。まあ PR でも全然美味しいもんね。まあでも特にやっぱ復刻の野牛、風薙はこういう時に欲しいですよね。欲しい。いやすげえな。すげえ。ここで言うと神宮寺だけかな。いやすげえいいガチャだこれ。やっぱりすごいね。続いて2回目は12キャラから SR 以上1枚確定でございます。これもやばいよね。やばいっすね。こういうとこで PSR 引きたいっていうのもあんだけどね。さあ誰？オッケー！これは嬉しい。すごい。これはこれは嬉しいぞ。わ、しかも野球も2枚、神宮寺2枚、もろい。これは今回2回目よかった。やばかったね今。いやすげえすげえ。強化早速やっていきましょう。これでですね、私、野牛じゃない、風薙3になりました。コツコツいきましょう。コツコツ3になりました。この3はでかいよ。なぜならですね、ここです。ようやく固有解放でございます。やったやった。あと野牛ですか。ここも行ってほしいっすね。行ってほしい。かあ、前回も野牛はここで涙を飲んだ。そうですね。とはいえ泣いてない野牛でも確かにそう考えるとちょいちょい復刻してますね。まあ風薙もだけど。そうね。おー、オッケー。もろいも4でございます。能見軍です。最近やっぱり能見とのコンボで使う人多いよね。そうっすね。今のパワフル高校では、うわ、これはいいね。これいくっしょ。1個はうわー、ここもなかなかカズさんいかないっすね。いかない。やっぱりこういうね、俺チン、うわチンピラー弱いんだ俺マジでここなかなかいかないな。うわマジか、残念でならない。佐久間も来てないよね。ブッシュウエイですか。シュウエイ先輩どこにいる。シュウエイ先輩ました。
周平先輩。いやもう一個。いやー、周平懐かしいな。はい、こんなとこでしたかね。まあ余裕がある、ストーンに余裕があるっていう方は20連まではしてほしいな。うん、いやー、うん、本当っすね、絶対してほしいっすね。うん、だ課金しない人たちはやっぱりもうパワープロの日に向けて、そうね、ちょこちょこ貯めていかないと、うん、220連できないもんね、たまんないもんね。得は我慢。はい、本当はスーパー引きたいでしょこれ。そうですね、まあまあそれこそ今のイベントもがっつり走りたいですけど、うん、まあ本当もうパワープロの日に向けて我慢っすね。俺さ、あのなんとか千尋俺持ってんの。いないっすね。いないよね、多分どっかで。あ、いた、これか。しょうがない。さあ、鎌狩り、もう鎌狩りも PSR 待ちだよ。おお、なるほどね、いろいろ難しいっすな。まあでもいずれ風投げが5になったらでかいっすね。うん、まあ今回ね、このタイミングでは追いガチャはしません。うんうん、サイガもいたか。いやーにしてもちょっとこのガチャは熱すぎる。なんかすごいね。いや前回の50連俺全部ここで使いたかったっすねでもさ、もう本当にあれだよね、ガチャ回したい時がって感じだよね。うん、さあ、サイガ君何個いくかな。4枚も来たのか。おお、うん、まあこんな感じでコツコツとやっていきます。まあでもさっきカズが言ったように、まさに農民軍で今パワフル高校やってる人が多いと思うんですよ、うん、まあ、もしくはホムラ軍、うん、もしくは全く別のデッキもあると思うんですけど、はい、そのために来ましたよね、完全に。これはもうなんか狙われてる感じがするな。すごいっすね本当に、うん、でもやっぱり野球風投げも超有能じゃないですか。はい、このタイミングでやっぱこういうガチ出してくるコナミは天才ですね。憎いですね、ちょっとすごいっすね、うん、絶対やっちゃいますもんねこれ。いや、そんぐらいちょっと熱いガチャっすねこれは。はい、まあちょっとね、パワフル高校強化中ですし、うん、まあ、イベントもまさにね途中ですし、うん、今何位まで落ちたんだろう。まあイベントの動画はまた後ほど上げるとして、23位ですね今。うん、うん、すげえな。まあここら辺もね合わせて動画でお伝えしていこうと思います。ちなみにパワフル高校はね、もう割と1万点は出るようになったよ。うんうん、そんな感じですか。うん、まあでもパワフル高校多分デッキ見つけたら、うん、見つけたらっていうか試合休憩点でもいいですし、うん、イベントボーナスが高いイベキャラたち揃えるのでもいいですし、いや何でも誰でも多分本当に1枚いくと思いますね。俺の中の一番これないだろうみたいなデッキでも9800ぐらいいくんで、うん、本当この機会にちょっとそこはみんな目指してほしいですね。1万名人、あとは SR ガチャ券、はい、そこはちょっと頑張ってほしいですね。まあ、皆さん徳がこういうふうに言ってるんで間違いないっす。間違いないっすよ、やっていきましょう。その足かせとして、このガチャもぜひみんな引いた方がいいっす。超いいガチャです。これね、本当だったらもうここのタイミングで風投げと、もう要はバナーないキャラ全員プラ5にしたいんですよ私。うん、ね、やっぱいろいろ動画を上げていく上でプラス5で検証したい部分もあるんですよ。ただ今のね、イベント、スタジアムイベント、うん、あれをねやっぱり500位以内で終わりたいっていうところを目標に頑張っていくんで、うん、それを考えるとそっちにストーン使うことになるんで、まあそうですね、はい、ちょっとここは我慢しようかなと思ってます。うん、まあでも俺も本当に動画配信してあんまり課金しないみたいな、うん、手でやってるから本当引かないですけど、
俺普通に一人で友達とか地元のやつだってやってる分には多分ここ相当課金しますね、うん、そんぐらい熱いですちょっと。すごいね、うん、なんか昔さメンタルでもこういうのは前なかったっけ。ありましたありました、メンタル PR 以上でさ、はい、でも昔多分結構あったと思うんですよね、変化球だけとか、うん、特練習変化球だけとか、もしくは彼女と打撃キャラのみの PR 確定とか、うん、昔そういうの結構なんかちょくちょくで挟んできてたと思うんですけど、久々に来ましたねこういう感じの。ちょっと徳が興奮気味なんでこの辺で終わりたいと思います、うん、はい、はい、という感じですね。また動画上げますんで引き続きよろしくお願いいたします。また動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。